序盤は武田上々の滑り出しです。それから藤波さん、古田の当たりセンターに抜けようかという当たりでしたが、1投目のナイスキャッチがありました。そうですね、やはりピッチャー そのテンポもいいですし、守りやすいんじゃないでしょうかね。はい、武田がいい立ち上がりを見せました。連勝のプレッシャーは微塵も感じさせませんでした。さあ今度はドラゴンズの攻撃、1回の裏リージョンボム登場です。スワローズの先発は伊藤智人ではなく田畑でした。これが今シーズン初めての先発マウンドです。田畑は2試合目の登板です。前回のマウンドは4月の9日広島市民球場のカープ戦、その時は2番手でマウンドに上がりました。1イニングを投げて打たれたヒット3本、フォアボール3つ、失点4という内容です。ドラゴンズは連勝を続けていますが、スワローズの方は開幕から4連勝しましたが、その後4連敗です。はい、やはりこのところそうですね、投打がうまくこう噛み合わないし、まあ、ヤクルトの場合はミスが出てますよね。はい、昨日もそうでしたね。守りのミス、攻撃のミス、まあ、ミスがやっぱり出てますので、まあ、そこだけじゃないですかね。はい、追い込んでいます。外スライダー、バットもありました。リージョンボム三振でワンアウト。去年は右肩を痛めまして登板がわずかに12試合、先発に起用した若松新監督、去年は3勝7敗という成績でした。田畑も今シーズンはいわゆる復活のシーズンということになりますね。はい、そうですね、まあ、去年のその3勝はねちょっと信じられないんですけども、はい、やっぱり去年の汚名返上といいますか、はい、今年はそれがなるかどうかですから。そうですね、前回のその広島戦のピッチングの内容がね、はい、フォアボールを絡められてその結局失点してるんですけどもね、まあ、1イニングで、はい、そんなフォアボール出すピッチャーじゃないんですよ。そうですね、3つフォアボール、はい、さあ福留ですが、昨日は5打数の4安打猛打賞でした。プロ入り初めての猛打賞。藤波さん、福留がだいぶ当たってきましたね。当たってきたし、まあ、自信になってますから、はい、ボールの見方も随分良くなってるんじゃないですか。ノーツーです。アベレージの方も3割2分1厘。おとといが2安打、そして昨日が4安打。2エンド2になります。藤波さん、福留のバッティング変わってきたところというのはありますか？やはり、まあ、積極性はね、もうずっと彼の持ち味なんですけども、はい、その見方、ボールの見方、見逃し方、まずこれ良くなってますね。見方と見逃し方、はい。はい、ボールカウントは 2-3 になります。やはり少しだけこう何か余裕というもの、はい、自信めいたものというのも出てきたんでしょうかね。はい、だから自分の形をしっかりねこう作れてると思いますよ。はい、福留がフォアボールで出塁します。福留が選びました。しかし田畑の方も少しストライクボールがはっきりしてませんか？やっぱり相手が意識してくれてるっていうかね、はい、そういう、まあ、昨日の4安打はね、はい、やっぱりこのフォアボールにつながってますよね。なるほど、ピッチャー田畑の方が太めを今意識しましたよね。厳しいところを狙いすぎてますよね。なるほど、結果フォアボールで初めてのランナーになりました。ワンアウトランナー一塁で3番の関川です。ドラゴンズはここからずらっと打線が、はい、昨日はつながっていきました。そうなんです、実はこの関川の方がもっと嫌なはずなんですけどね。はい、6試合連続ヒット中です。昨日のゲームは福留が前でガバガバ打たれると自分が打たないわけにはいかないというコメントを残しました。その福留が今日も第1打席出塁しています。際どいところです。田畑としても相当気を使わなければいけませんね。やはり今の中日の打線をやっぱり抑えるにはということでね、コーナーを本当に丁寧には投げてますよね。はい、
度ファーストが偽投して福留の様子を見ましたが、もう一つ牽制です。ファーストのペタジーニ、田畑少し警戒。当然あのヒットエンドラン、はい、単独の盗塁はね、はい、ないと思いますけどもね、カウントによってはもう当然ヒットエンドランのケースですね。このそうですね、ワイエンドワン膝元で2エンドワンにしました。アベレージが実に4割5分2厘です。福留同様、関川も昨日初めての今シーズンの猛打賞でした。打点も10あります。これはセントラルリーグ昨日までの時点で2位の成績です。当たっている関川です。その関川を追い込んだ田畑、2エンド1。ここもだいぶ田畑は厳しいところをついてきています、やっぱり古田のリードの仕方っていうのはあくまでも強気だと、はい、インサイドを盛んに攻めてますけどね、セオリーでいくとランナー一塁で外側っていうのがね、考えるまず一番最初に考えることなんでしょうけども、はい、インサイド思い切って投げさせてますよね。そうですね、引っ張れないように外を攻めるのが一つ定石ではありますが、際どいところ。あの田畑はねスライダーを持ってるピッチャーで、はい、外からのスライダー、左バッターの外からですね、はい、このボールも得意としてますから、そういうサインの出し方もするでしょうね、はい、さあ 2-2 になってどう攻めるか、田畑、古田のバッテリー。おお、ここはかなり警戒しています。このところスワローズも立ち上がりの大量失点が続いてましたからね。そうなんですね、はい、だからまあ初回の立ち上がり、あまりにもまあ試合をこう決められるような点の取られ方、はい、これが多かったですから、そういう意味ではまずはこの立ち上がりをしっかり投げたということでしょうね。時間かけてますよね。そうですね、かけるように右方向に持っていきましたが、意外と打球は伸びていきます。ファールです。スタンドです。単なるワンアウトランナー一塁という雰囲気を感じさせませんね。やはりあのバッテリーが警戒しているということもあるんですけども、関川のバットコントロールがね非常に広いんですよ。内側外側ね、はい、どこへでもこうバットが出てきますから、もう本当にあのなんていうんですかね、嫌なバッターだなっていう印象になってるんですよね、ピッチャーからすればね、引っ張ってよし、左側へをつけてよしですから。そうですね、危ないところに行きました。関川も一瞬ムッとした表情を見せました。相当警戒されています。カウントは 2-3 です。クリーンナップは関川、ゴメス、そして立浪、古田もここはとにかくいろんなことを考えなければなりません。カウント 2-3、必要な牽制球が続いています。フォアボールで出塁した福留、ここは徹底して時間をかけています。ランナーはスタートを切ります。バッターヒッティングです。カウントは 2-3、まあ、とにかく関川のいいところは追い込まれても本当に自分のスタイル、もうそのままのバッティングをね、はい、やれるってことですよね。ですからツーベース、スリーベースが非常に多いバッターですけどもね、
バットコントロールは本当にいいですね。そうですね、ヒットの数が14本のうち2塁打が4本、そして3塁打が2本ですから、14本中6本が長打です。外のボール、これも叩く感じ、内野スタンドです。叩きつけるという意識がやはり強いですね。やっぱりランナー走ってますしね、はい、ゴロを打とうという意識がやっぱり当然ありますよね。初回は時間がかかります。ワンアウトランナー一塁、近いところ上げました、フライになっています。ライト結局関川はライトフライでは2アウトランナー1塁と変わります。結果としては田畑が勝ちました、はい、どうでしょう、意識して高めに投げたわけじゃないんですけども、はい、田畑のその投げていくボールがちょうど胸のマークあたりにボール集まってますよね、よっぽど上から叩かないとゴロにはならないんですけども、はい、逆に危ないボールなんだけども、ああいうポップラインに変わってると。そうですね、紙一重ですね、ここはね。ここは時間をかけたヤクルトのバッテリーの、はい、まあ、勝利という形でした。そうですね、4番のゴメスです。ツーアウトで一塁と変わっています。初球から行きました、お渋い当たりですが、これはファーストのペタジーニノーバウンドで掴んでいます。3アウトです。初回田畑はランナーを出しましたが無得点に抑えました。0対0です。